地中浮遊。はいや。宇宙、なんかあなた怖がってるらしいやん。宇宙の得意の針金、尻尾がこんな風になったんってなって。宇宙、ご飯食べよっか。宇宙がこの言葉を言っても尻尾が上がらないなんて、いつもの宇宙じゃないよ。ちーちゃん、ご飯食べる？あいつはいつも通りや。あ、宇宙はまだよ。はい。去年ここのキャンプ来た時に穴熊にご飯食べられたんですよ。でお肉とか食べられちゃったみたいなんですよ。昼ご飯と朝ご飯がなくなりました。でもなぜか粒のささみはセーフ。やるな粒。昨日も多分ね、穴熊がこううろうろしてたっぽいんですよ。多分うずそれも怖かったんやと思う。うろうろ。楽しんでますか？そもそも渦ってめちゃめちゃビビりですよね。屋島の時も初めての雪ビビってたし、大体初めてのものビビる。粒は初めての雪の時も初めてのキャンプの時も結構ね、グイグイ行ってた。粒の方が好奇心旺盛なのかもしれない。行くよ、宇宙。おいで。おい、宇宙。楽しい、楽しい。粒は元気。粒すごい話した気になるみたい。やめとき、ちーちゃん。穴熊やったらどうすんの？どうすんの？ピャッとか出てきたら。まだ遊び足りひんな、あんた。慣れたな、自分もアウトドアな。めっちゃ美味しそう。ロコモコ丼。ちゅうちゃん待って。うわーお。あ、ウジの尻尾が立ってる。ウジュー。あー、ちゅうちゃんも来たー。やっほー。ウジのこと体調悪いんかなって言ってて、でちょっと帰ったらもうすぐ病院行くみたいな話してたけど、元気せえなあんた。ちーちゃんそろそろ帰ろうよ。ちょっと落とした氷で遊んだはる。ほらこれ氷っていうの冷たいでしょう。そう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 、いいよ持っていけるじゃん。冷たかった、ペーしちゃった。ほい、不思議不思議、冷たいな。さっき粒を外に出したらなんかね、暗い方にグイグイグイって行こうとして、でワンとか言ってたから、多分ねそういう野生生物がいて。あはいや、はい、降りるよ。あ、降りて。うじゅー、あはいや。え、でも来てくれた。びっくりした、虫がいて。粒と渦が、ちょ、あ、ダメダメ、渦ダメ、渦ダメ、渦ダメよ。近いな、距離近いな。あ、ダメダメ、さ、やめ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 、やばー。震え上がってたけど、ご飯だけは全部ちゃんと食べてくれて、うんちもしっかりしたのが出ております。いい子。粒さ、こぼしすぎちゃう、それ。ウジ頑張った、自分からお外出た。ツはあちらで優雅に過ごしております。ウジ気をつけてね。いいよ、遊んどき。はい、そう。ツはマジで穴熊のことずっと覗いてる。あ、穴熊からしたらツの方が怖いよね。なんやねんあいつ、しつこすぎるって。絶対いるんやと思う。
なんかここからこの下からアナグマが出てきたらしいんですよ。で多分巣かなんかあんのかな。じゃあ渦はいい子にしてるからおやつ食べる。おやつ食べようか。粒には内緒やで。あいつはアナグマに忙しいから。はい。はい、食べ物でした。よかった。あいつマジ何者？すごいやん、ちゅーちゃん。この川を制してるやん。はい、ちゅーちゃんお帰り。満足したん？戻されたんやろ？強制的に。動けへんな、それ。はい、ちょっと動けへんな。どうしようかな。ありがとう、ありがとうございます。いいのよ、外いてて。慣れてきたみたい。外に自分から出たりしてる。なんか見てる、めっちゃこっち。うじ、ただいま。怖かったやろ。おしっぽ戻ったやん。やっぱりね、かなりアナグマにビビり散らかしておりましたが、初めてのアウトドアよく頑張りました。粒はほんとこの1年で川にも自分から入れるようになったし、ウキウキずっと楽しんでたからすごくたくましくなりました。もう目のな輝きが違う。嘘、元気が一番やわ。日常が戻ってきた。ワントモ、本日ご紹介するのはジャックラッセルテリアの男の子、大地くん4歳です。大地くんの特技は雪壁をスリスリすること。大好きな雪を目の前にすると思わず体がスリスリしちゃいます。とっても気持ちよさそうですね。こちらの大地くん、なんと粒のイボ兄弟にあたるとのこと。やはり血は争えないみたいです。自然をこよなく愛する大地くんでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。